ようございます、はあ、皆さんおはようございます、3月13日水曜日って書いてあるよ。火曜日だよ。ちょっと間違えて読んじゃった、3月13日、月曜だもうダメだ、火曜日でございます、3月13日火曜日ですよ皆さんは、誤報をものすごくお知らせしましたが、ちょっとカレンダーの調子が悪いことに気づかずそのまま水曜日と読んでしまいました、火曜日でございます。あ、大丈夫かなこれ、はい、ただいまの時刻はそんなことをやっていたら8時1分になってしまいました、カルチャンプルな沖江通りにある FM 那覇のスタジオから生放送でお送りしておりますモーニング那覇、生放送でお送りしてるからこんなことになっちゃうんですよね。すいませんね。本日火曜日のお相手は綿貫かなでございます、またですね、この番組は、恋するかっちゃんさんのサポートえ、なんだっけ、をいただいております。はい、ありがとうございます。実はですね、原稿を忘れて違うの読んでるのでてんやわんやでございます。今日はいつも通りてんやわんやで許してくださいね。はい、コメントありがとうございます。ライチさん、水曜日月曜日真実はいつも一つですよ。はい、何曜日かってみんな言ってるんですけれども火曜日です。すいませんね。まあそんな感じで、これはまあこの騒動は置いておいて後半にね、水曜日とか言わなきゃいいだけの話なので、よし、落ち着きましょう。はい、落ち着きました、ありがとうございます。3月13日なんですけれども、今日のフリートークのテーマ何にしようかなと思っていたところですね、調べたらですね、あの今日ですねサンドイッチデーらしいんですよ。でサンドイッチデー、なんでサンドイッチデーかっていうと、1がですね3と3で挟まれて、あのサンドイッチ、サンドイッチっていうその、あ、日本人あるあるみたいなね、そういう感じで、そんな感じで、サンドイッチデーらしいんですよね。だから私サンドイッチって言われたらもうあれしか出てこないんですよ。あの芸人さんよ、サンドウィッチマンよ、あ、サンドウィッチマンさんねって思って、でこういう話をしていこうかなと思いました。こういう話って一体何と思うんですけれども、ということで、あなたの好きな芸人さんって誰ですかっていう話でございます。もちろんね、あの沖縄にもですねいっぱい役者って言っちゃった、芸人さんいっぱいいるし、しかも、ミッシーってタイヤガっていう番組ですね、このお昼からお昼の番組なんですけれども、そこの毎週水曜日、あ、明日ですね、毎週水曜日にですね、吉本沖縄ですね、沖縄吉本沖縄の芸人さんをこう毎週呼んでるみたいなのがあったりするので、だからですねやっぱりね芸人さんとかねやっぱ触れていこうかなと思って、今まで触れてこなかったじゃないですかって感じでね、もちろん私あの全国区の、あのね、全国区の芸人さんも、あの地方で活躍されているね、バリバリ活躍されている芸人さんもね触れていこうじゃないかという話でございますよ。ていうかでですね、という感じなので、皆様の好きな芸人さんのお話をしていこうかなと思います。私だったらサンドウィッチマンだなって思ったのでサンドウィッチデーに話したいと思いました。ちなみにですね、この人は別にサンドウィッチの生みと親とされるイギリスのサンドウィッチ伯爵の誕生日は11月3日らしいんですよね。でこれは11月3日はサンドウィッチの日となっているらしいんですよ。間違いないようにしてくださいね。サンドウィッチデーとサンドウィッチ伯爵の誕生日と違うんですからねって話をしました。はい、そしてですね、この番組はリスナーの皆さんからのリクエストメッセージを募集しております。メールアドレスは780@fmnaha.jp 780@fmnaha.jp までお願いいたします。またですね、FM 那覇のウェブサイトにあるトップページからメールフォームも送れますので、メールフォームからも送れますので、そちらからもよろしくお願いいたしますね。はい、そしてこの放送はツイキャスト、ユーストリームで動画配信もしております。FM 那覇のウェブサイトにアクセスをしていただくとトップページからお楽しみいただけるようになっております。さあ、まあね、そんな感じなんですけれども、はい、どういうこと、うん、なるほどね、うん、なんかよくわかんなくなっちゃった、時間がよくわかんなくなっちゃった。はい、あ、8時4分でございます。あともう少しでございますね。皆様コメントちょっと どうした、てんやわんやですね。時計が違うってだけでてんやわんやしておりますよ。まあそんな感じでね、まあいろいろ話していこうじゃないかって話ですよ。じゃあオープニングトークのグダグダはちょっと忘れていただくって感じでよろしいでしょうかね。はい、よろしくお願いします。ではですね、1曲目いきたいと思います。あれだ、これだ、よし、君に決めた。はい、ワンゴークロックで、自分ロックです、自分ロックです。どうぞお聞きください。
ただいまの時刻は8時8分になりました。カレーチャンプルーなおき通りにある FM 那覇のスタジオから生放送でお送りしておりますモーニング那覇。では原稿がだからちょっとヒヒってなってます。はい、これからの時間は、今日のお天気と道路交通状況をお届けいたしたいと思います。日本語がおかしいな。では初めに今日のお天気をお送りいたします。はい、3月13日火曜日のお天気は晴れ時々曇り、イエーイ、声がやばい、南東の風のち東の風晴れ時々曇りとなります。波は 1.5メートル、うねりを伴います。おお、そして降水確率ですが、6時から12時が 10%、 12時から18時が 10%、 18時から24時も 10% でございます。1日通して 10% ですね。ゾロ目なので、消える可能性がありますね。何を言ってるんですかね。はい、続きまして、那覇市の日中の最高気温は24度となっております。いやー、もうね、夏がね、こう迫り狂ってる感じがしますね。怖いな。もうちょっとあんまり来ないでほしいですよね。帰ってほしいです。どこに帰るんだ。北海道とかに帰ってほしいですね。帰るじゃないな。何言ってるか分かんなくなっちゃった。はい、では続きまして気象警報注意報でございます。沖縄本島地方では13日まで空気の乾燥による火の取り扱いにご注意くださいね。カチッとポッってなりますからね。はい、では続きまして、8時、9分現在の道路交通情報でございます。はい、顔なじみの渋滞がですね、顔なじみというのはですね、いつもの那覇インターチェンジ入り口からなんですけれども、本日は、不発でございますね。ちょっと多分帰省してますね。お家の方に帰っております。はい、そしてですね、というわけでしょうがないので、義母交差点から小羽倉へ向かっての道中、こちらが長めで渋滞がございます。そして安里交差点から草原寺通りまして遠回り交差点の方に行く道中、安里交差点寄りの方がですね、渋滞がございます。反対の感じも混んでますよ。何言ってるか分からない。古島交差点から、アジャ交差点に向かう道中、アジャ交差点寄りの方が混んでおります。長めですね、比較的。そしてアジャ交差点から泊まり交差点に向かう道中、泊まり交差点寄りの方がですね、こちら、短いんですけれども混雑しております。そして、まあ、それぐらいですね。ちょっと今日は、少なめですね。嬉しいことでございますよ。いやー、渋滞がないっていうのは嬉しいことですね。はい、そして沖縄道でございます。はい、沖縄道の上り、夜間インターチェンジに故障車がございます。頑張って気をつけてください。はい、そして沖縄道の下り、金インターチェンジ、宜野座インターチェンジの間から宜野座インターチェンジ付近が強化補修作業のために対面通行となります。上りも、同じくですね。そして沖縄道の下り、巨大インターチェンジ付近が、こちらも強化補修作業のために対面通行となっております。上りも同じくでございます。まあそんな感じで、時間が余りましたですね。以上ですね、お天気と道路交通状況をお届けしたんですけれども、時間が余りましたのでツイキャスの方触れられていませんでしたので、ちょっと、触れたいと思いますね。交通状況らへんのところから行きましょうかね。青い瞳のキャンバス、キャスバルさん、アジャコング交差点、どこの話しとるか。アイミリキーさんが相変わらず教科書欲しい作業って言いますけど、私教科書欲しくないんで許してください。はい、自転車の店タオさん、おはようございます。顔なしの渋滞どういうこと。待って待って、いないじゃん。もうそれはもう存在していないじゃないですか。もうどういうこと。みんなもう元気だね元気だね、もうね、ほんとね。ということで、挨拶だけしていきましょう。仙人さん、ライチさん、恋するかっちゃんさん、あ、ウルフキングさん、こっちは初めてですかね。おはようございます。そして、直樹先生、おはようございます。白子さん、おやおはようございます。前回、今週はツイキャスに参加できないかもしれないなんて言った手前、どの面下げてコメントしていいか迷っている。ここは何事もなかったかのように、いつものようにフランクで接してみる。どういう反応が返ってくるか様子見るかとつぶやいた後に、カナティンおはようと言っておりますが、滑っておりました。お疲れ様でございます。はい、皆さんがフォアグラとかナオとか、ナオとインティラミー交差点、ちょっとカタカナ読めないから、本当カタカナ弱いからねっていう話でございますよ。急にね、騒ぐからびっくりしますね。さあ皆様、てんやわんやで私のね、毎週基本的に毎週火曜日はみんな、あのツイキャスは大騒ぎする感じだよね。ツイッターって思ってる、まあ、ツイッターだけどツイッターと思われてるよね。という感じで、曲に行きたいと思いますよ。
何の曲にしよっかな。あ、これいきましょうかね。よいしょ、ではなんか珍しい感じで平井堅で、告白です。どうぞお聴きください。 FM 那覇の時刻は8時16分になりました。これからの時間は沖縄タイムス琉球新報の紙面より今日のニュースをお伝えいたします。まずはじめに沖縄タイムスの経済面よりお読みいたします。プラス100円でハンバーグ2倍増量。日本マクドナルドは19日から午後5時から閉店の間まで定番バーガーの単品やセットに100円追加すればハンバーグなどを2倍に増量する新サービス夜マックを始めます。期間は限定せず一人暮らしの若者などの夕食需要を取り込む狙いです。対象商品はハンバーガーや照り焼きマックバーガービッグマックなど16種類、そうですね、フィレオフィッシュやエビフィレオも、対象となります。24時間営業の店舗は午後4時59分までとなります。続きまして、こちらは沖縄タイムスの芸能の面よりお読みいたします。音市まで言語を使わない舞台。言語を使わないノンバーバルのパフォーマンスショーカジマヤーが17、18日の両日ミュージックタウン音市場で開かれます。パフォーマーや役者らプロ5人に工房をきっかけに練習を重ねた受講生のダンスなどをアクロバティックなステージが繰り広げられます。17日が午後8時、18日は午後3時。入場料は一般が前売り2000円、小学生は1000円。お問い合わせは音市場電話 098-932-1949 まで。続きまして琉球新報の、経済の面、全く知らない人ばっかりちょっといて申し訳ない気持ちになりますけど、なんでここまでちょっと読みにくいのばっか集めてくるんですか。私への嫌がらせですか。全然読めなかった。ぐちゃぐちゃじゃないですか。恋するかっちゃんさんがカナのサンドイッチ食べたいなって言ってますけど、芸人だからね。今日のテーマ芸人だからね、言っとくよ。違うからね。あ、しかも あれですね、恋する瞳って言っちゃった、間違えた。はい、青い瞳のキャスバルさんがですね、あと あれですね、朝顔姉妹とメープル超合金さんも好きです。あー、私好きですね。朝顔さんはあんまりちょっと見ないんですけれども、メープル超合金の方、赤い方よく見ますね。私あの人の顔好きですよ。ちょっと待ってください。キャスバルさんめっちゃいっぱい言うね。どうも、今月ある女芸人さんと竹下通りでパスタ巨大綿あめ、金沢アイスでアイス食べたものです。いいな、デートしてるんですね芸人さんと。何やつですかキャスバルさん、ウケる。はい、アミリキさんおはようございますって言ってますね。恋するかっちゃんさん、テーマ、あなたの好きな芸人って誰。かんちゃんはね、芸人かいな、綿貫かなって人やね。以上です。いや待て、私は芸人ではない。このやり取りを何回やったかわからないね。しかもツイッターの私のトップがというか自己紹介のところに芸人ではなくってちゃんと書いちゃってるぐらい芸人って聞かれるからね。違うからね。え、芸人じゃないよ、やめて。はい、そして、青い瞳のキャスバルさん、またですね。今日は、中野ゼロ視聴覚ホールでライブなんだけど行こうか迷ってます。ほうほうほう、中野ってあれか、あれか、わかった。よし、中野ってわかったぞ、よく行ってたから。え、行っちゃいましょうよ、行っちゃいましょう、行っちゃいましょうよ。あ、そして、白子さん、先週綿貫さんのラジオを聞いた後車で出かけたら途中で動かなくなり、レッカー車を呼ぶ羽目に。あらら、修理を頼んだら部品がなく車を買う羽目になりそうで、お先真っ暗なので心にこれ以上動揺を与えたくないので新聞読みはゆっくりめでお願いします。ゆっくりめでお願いいたしましたよ。
お願いしたってなんで、お願いされたので、うん、ゆっくりめに読んだんですけれども、これ以上どうですか、動揺はなかったですか、白子さん大丈夫ですか。よかった、はい、よかったです。アイミルキーさん、ハリセンボンの春菜ですじゃねえよはよく使わせてもらっています。あ、いいですよね。あの春菜さんのなんだっけ、角の卓造じゃねえよみたいな、そういうとっさに出てくるみたいなのが私すごいなと思って、もう全部自分に似てる人をこう全部ピックアップして用意してるんだなって思いますね。すごいですよね。まあそんな感じで、おじぱっこさんげわてぬきあいそにあいそ、もう少しリスナーをめでろよ、へへへ、リスナー愛を持てよ、持ってます。はい、アミルキーさん、今日も名古屋に行く途中で聞いています。ありがとうございます。名古屋に無事たどり着いてください。私のてんやわんやのやつでてんやわんやしないようにしてくださいね。はい、綿抜き止まってねえか。あー、あれですね、ツイキャスらへんですね。はい、シュートさん、おはようございます。そうですね、まあそろそろ、ちょっと時間があれですので、じゃあ、後半に行きたいと思いますよ。前半ね、もう終わっちゃうからね、曲をかけましょう。曲かけない、曲じゃない、嘘嘘嘘嘘、今の嘘。ちょっと今日てんやわんやしてますね、心がてんやわんやしてます。はい、まあそんな感じでですね、モーニングナハ、前半終了のお時間が近づいてまいりました。後半はですね、8時30分からスタート、多分ちょっと早い時間に来そうだけど、まあ8時半に、やりますので、そちらからも聞いていただけるととっても嬉しいですよ。ということで、また後ほどです。皆様が好きなうちのアナウを今から流しますよ、ぜひ聞いてくださいね。はい、たーい、ちゃこです。今すぐ使えるウチナー口を教えるウチナー口ナウ。今日の言葉は、やっけー、やっけー。直訳すると、やっかいでしょうか。そんな硬い表現じゃなくて、やばいとか、めんどくさいという時に使います。例えば、あ、バス行っちゃったよ、また遅刻だ、先生に怒られる、デージやっけーとか、はあ、なんか今日化粧するのもご飯作るのもやっけーなどなど、いろいろ使うことができますね。では練習です。やっけー、やっけー。やばいの時はやっけー、めんどくさいの時はやっけー、状況に応じて使い分けてみてください。ベンビーとゲンちゃんのウチナー口 NOW。さあ、今回ご紹介する言葉はこちら、まさかや、まさかや。この言葉はね、まあ標準語で言うところのまさかとかね、と同じ感じで、人が言ったことに対して疑わしい時とかね、嘘とかでも使われるし、またね、まさかやの場合は、単純に相槌としてもよく使われるかな。それじゃ早速使い方見てみましょう。源太郎さん、台風 FM にマイケル・ジャクソン来るらしいですよ。まさかや。ケンタロウさん、いいともにベンビーさん出るらしいです。ミラミの雪氷、牛乳をベースにしたミルク氷とフルーツ、スイーツ、和菓子のハーモニー、食べた瞬間シュワッと溶ける新しい氷の魔法を体験してね。那覇市アジャ 1-15-1 ミラミの雪氷新都心店。 78.0Your radio station. おはようございます。3月13日火曜日、
ただいまの時刻は8時30分でございます。いやちょうどになったね、嬉しいね。カルチャンプルな沖江通りにある FM 那覇のスタジオから生放送でお送りしておりますモーニング那覇、本日の火曜日のお相手は綿貫かなでございます。芸人じゃなくて役者だよ。はい、これからのですね後半30分までお付き合いいただけるととっても嬉しいですよって感じで、さて今日のフリートークのテーマがですね、まあ、前半に引き続き、まあ、芸人さん、あの好きな芸人さん誰ですかってお話でございます。一応説明しておきましょう。3月13日火曜日はですね、火曜日じゃなくてもいいんですけど、3月13日はサンドイッチデーらしいんですよね。1が3で挟まれているサンドイッチということから、語呂合わせなんですけれども、なのでサンドイッチデーってことで、私の中でサンドイッチって言われたらもうサンドイッチマンにしかたどり着かないということで、今日は芸人さんのお話をしましょうってことでございます。いろいろですね、私の知らない芸人さんとかいろいろね名前が上がってるのでちょっとチェックしてみようかなと思います。ありがとうございます。ちなみにですね、皆様が言ってるんですけれども、私は芸人ではありませんみんなあれだよ、なんかおかしいよ、なんか変だよ、好きな女芸人は綿貫かなさんですって、ボケが絶妙ですが、ボケじゃないっちゃ、普通に喋っちょるんじゃなんでじゃ、なんかさっきあのいろいろね、なんか変な、痩せたら芸人として面白くないって言われて、いや芸人じゃないからね、一応言っとくけど芸人じゃないからねっていう話をねしておりました。ラジオ初めて聞く方もねいると思うので、じゃあここで自己紹介しておかないとあかん気がするので自己紹介をさせてください私ですね、普段は、舞台役者をやっておりまして、舞台役者をですね、女優をやっておりましてですね、自分で言うのちょっと恥ずかしいんですけれども、まあそんな感じでラジオとかもこんな風にやってて いたりする人でございます。芸人ではないんです。綿貫かなと申します。調べていただけたらね、舞台とかもろもろ出てきますので、ね、チェックしていただけたらね、そしたらこんな勘違いも起きないと思うのでよろしくお願いいたしますね。ボケは確かにするけどね、どこでも芸人って言われるけど違うんですよって感じで、まあ今日はですね、皆様のですね好きな芸人さんのお話を聞かせていただけたらなと思います。前半は私サンドウィッチマンさんの話しかできなかったので、後半はですね、あのハライチが好きなんですってことをですね、ハライチさんが好きなんですってことを伝えていきたいと思います。ちなみにですね、岩井勇気さんがすごい好きなんですよね。絶妙なこの間の取り方というか、マジ歌の時とかもすごい好きでした。面白くて闇を抱えてる感じね、すごいね、すごいね、ハライチの岩井さん大好きなのでですね、皆様に推していきたいと思いますよ。そしてですね、そしてこの番組はリスナーの皆さんからのリクエストメッセージを募集しております。メールアドレスは780@fmnaha.jp、780@fmnaha.jp までお願いいたします。また、FM 那覇のウェブサイトにあるトップページから、ありますね、メールフォームからもメールを送れますので、そちらもよろしくお願いします。そしてですね、この放送はツイキャスト、ユーストリームで動画配信もしております。FM 那覇のウェブサイトにアクセスをしていただいておくと、トップページからお楽しみいただけるようになっているのですが、先ほどですね、カメラの事情で、カメラが誤作動を起こしましてですね、お前なんか映したくないということでですね、カメラが真っ暗、真っ青になりましてですね、映っていなかったんですけれども、なんとか、動画、戻ってきましたので、ちゃんと化粧直ししてきましたよ、よっこさん。嘘だよ、してないしてないみたいな感じでございますが、今はですね動画配信しておりますので、ちょっとこっちに移転して私のね顔を見てね、あ芸人じゃないなって見ていただければと思いますよ。はい、そんな感じでございます。あーなんかな、話すことがすごい多くてびっくりしてるよ。はい、芸人のわたかなどうねと言ってますが、恋するかっちゃんさん違うって、豚抜きかな、違うなんでした、これも絶対許さんからな、かっちゃんさん許さんからなちょっと待って、自転車の店タオさん、舞台役者女優を連呼する芸人じゃないんだってば。深呼吸いたしましょう。じゃあですね、後半1曲目に行っちゃいたいよ。さあボーカロイドでございます、久しぶりだね。はい、ジンですね、カギロープロジェクトなんですけれども、空想フォレストです。どうぞお聞きください。オフトーク久しぶり、オフトーク、アメトークみたいに言ってみました。ベーコンさん、おはようございます。那覇のラジオでございますよ。FM 那覇から、お届けしております。モーニング那覇でございます。ああ、かっちゃんさん、後でちょっとうちに来なさい。説教しちゃいますよ。さあ、コメントの方触れられてなかったりとかするんですけれども。どこだったかな、どこ行ったんだろうかな、わからないけれども。ああ、直樹先生とか芸人いただいてますね。後ほどフリートークの時に触れましょうね。ありがとうございます。どこかな、フリートークじゃない、オフトークでいろいろやってる。
いろいろいただいてますね。はい、ありがとうございます。シュートさん、島森の歌の千秋楽舞台見に行ってきました。最後の手紙読むところに感動しちゃいました。そうですね、あの私もあの辺で涙腺がちょっとボロボロとなりましたので良かったと思いますよ。写真撮りましょうって言われてたんですけれども、ちょっとねタイミングが合わなくてすいませんね。ちなみに次の舞台とか決まってるので、4月20、21、22で金土日で、やる予定なので、まだ全然内容決まってないですけど受ける大丈夫かな、まあ大丈夫でしょうって感じで、まあやりますので、よろしくお願いしますねってことをオフトークで言う人。はい、おアユニケさん、カナさんの配信で新幹線が止まりそう、てか新幹線の前にこっちが止まったって感じがしますよね。ライチさん、癖じゃ、なんのじゃ急に白子さん痩せないでっていうのやめてください。ああまるでラジオ配信、カナさん多くないですか。 あれですね、痩せたら芸人にしては面白くないって言われたんですけど、まあ、なんかこのままでいいのかな、いいのかな、私もいいかな、これあれかな、入ってるよね、大丈夫だよね安心しました。あーもうなんか疲れちゃったよ、あー疲れちゃったよ、朝のラジオで疲れちゃったいう人ね、まあ完璧にここ芸人枠なんだろうな、芸人じゃないんですよ。おー自転車の店太郎さん、さあ、好きな芸人さんの、テーマの話はですね、なんだあれは電波に載せようと思いますので、ちょっとこうねいっぱいありますので、ちょっとパンパンパンってこうタイなんかすごいいい感じにこうちょちょちょって触れていこうと思いますよ。ごめんなさいね、ちゃんと触れますよ。さあ、曲そろそろ終わりそうなので、まあ芸人じゃないんでやめていきましょう私は女優でございます。オフトークでも言っておく、女優です。いやでも恥ずかしい、何でもなかったことです、もう芸人でいいですもんって感じで、はい、じゃあオフトーク切りまーす。時刻は8時38分になりました。カルチャンプルーな沖江通りにある FM 那覇のスタジオから生放送でお送りしておりますモーニング那覇。よし、これがやりたかったんだ、よしはい、これからの時間は、今日のお天気と道路交通状況をお届けいたします。まずはじめに、本日、13日のお天気でございますが、晴れ時々曇りでございます。南東の風後東の風、晴れ時々曇り、波は 1.5 メートル、うねりを伴います。降水確率です。6時から12時も、12時から18時も、18時から24時も、1日通して 10% となります。傘は必要ない、よし。那覇市の日中気温、日中の最高気温ですね、失礼しましたは、24度となっております。さ、続きまして気象警報注意報でございます。沖縄本島地方では13日まで空気の乾燥による火の取り扱いにご注意くださいね。カッつったらバッてなりますか、これ前半やった、今のなかったことにしてください。はい、そしてですね、現在、8時40分現在の道路交通状況をお届けいたします。先ほどですね、渋滞は少し減っているかな、少ないかなと思っていたんですけれども、少しちょっと増えてきましたね。はい、鳥堀交差点から義母交差点ですね、義母交差点に向かってこちらが、短いんですけれども、顔なじみが復活しております、渋滞がございます。そして、こちら安里交差点が非常になんかこう今日は混んでおりますね。安里交差点をですね、こう草原寺通りまして、泊交差点に向かう道中、こちらが安里交差点寄りの方が混んでおります。その反対もですね、泊交差点から安里交差点に向かう道中、草原寺通りまして安里交差点寄りの方が、かなり混んでおります。両車線とも混んでいますので、ここは通らないという選択肢を取りましょう。はい、続きまして小羽倉から余儀交差点、余儀交差点から抜けて坪谷ですね、坪谷交差点の方が、こちら長い渋滞がございます。そして、朝日町から、小羽倉へ向かう道中、こちらも渋滞がございましたが、少しちょっと少ないですねですかね。
あ、そしてですね、今増えましてですね、義母交差点から古島交差点に向かう道中がですね、義母交差点寄りの方が、こちらが長めの混雑、長めに混雑しております。気をつけていきましょう。なんかね、空飛べたらいいんですけどね。はい、続きましてですね、沖縄道でございます。沖縄道の下り、那覇インターチェンジから、西原ジャンクションまでですね、工事のため第一走行規制となっております。やだね。そして続きまして、こちらは変わらずですね、沖縄道の上り、夜間インターチェンジに故障車がございます。そして続きまして、沖縄道の上り、金インターチェンジから夜間インターチェンジが工事のため規制中となっております。そしてこれ前半もあったのですが、変わらずですね、沖縄道の下り、金インターチェンジ、宜野座インターチェンジの間から宜野座インターチェンジ付近がですね、強化補修作業のために対面通行となります。上りも同じくでございます。そして沖縄道の上り、巨大インターチェンジから巨大インターチェンジ付近が強化補修作業のために対面通行となります。決してですね、教科書補修作業ではございませんので、アイメリキーさん絶対言わないでくださいね。はい、そしてですね、時間がですね、少し余ってないけど余らせる。はい、なんで歌ったんだ。ちょっと1分ほどありますので、あ、絶対言ったアイメルキーさんも言うじゃん、知ってたしもみたいな。まあちょっとツイキャスの方に触れられたら触れましょうかね。はい、そうですね、ベーコンさんにおはようと言ってないのでおはようございます。はい、そうですね、フォアグラじゃなくてオハグロでしたね。もう何言ってるかわかんない、アメリキさん。もう なんなの、もう困る、もうやだ困る。でもコメントありがとうございます。このツンデレ感みたいなのありますね。さあ、まあ時間も時間になりましたので、曲に行きたいと思いますね。はい、どこ行ったかな、曲はどこに行ったのかな。あ、はい、行きましょう。では、スキャンダルで瞬間センチメンタルです。鋼の錬金術師フルメタルアルケミスト の、あのエンディングでございますね。いいと思います。ちょうど盛り上がってきた時の曲でございますからね。はい、まあそんな感じで、ではお聴きください。 FM 那覇78.0MHz、 あなたの夢を叶えるラジオ。ただいまの時刻は8時46分になりました。これからの時間は沖縄タイムス、琉球新報の紙面より今日のニュースをお伝えいたします。まずはじめに沖縄タイムスの経済の面よりお読みいたします。プラス100円でハンバーグ2倍増量。日本マクドナルドは19日から午後5時から閉店の間まで、定番バーガーの単品やセットに100円追加すればハンバーグなどを2倍に増量する新サービス、夜マックを始めます。期間は限定せず、一人暮らしの若者などの夕食需要を取り込む狙いです。対象商品はハンバーガーや照り焼きマックバーガー、ビッグマックなど16種類、フィレオフィッシュやエビフィレオも対象となります。24時間営業の店舗は午前4時59分まで。続きまして、沖縄タイムス芸能の面よりお読みいたします。音市場で言語を使わない舞台。失礼しました。言語を使わないノンバーバルのパフォーマンスショー、カジマヤが17、18日の両日、ミュージックタウン音市場で開かれます。パフォーマーや役者らプロ5人に、工房をきっかけに練習を重ねた受講生のダンスなど、アクロバティックなステージが繰り広げられます。17日は午後8時、18日は午後3時から。入場料は一般が前売り2000円、小学生は1000円。お問い合わせは音市場、電話 098-932-1949 まで。続きまして、琉球新報の経済の面よりお読みいたします。茶炭 C1 運営に学生参加。琉球大学観光産業科学科の1年生5人が
17日18日の両日に北谷町で開催される春の C1 グルメフェアに運営から携わっています。北谷は若者に人気の街としてのイメージが強いですが、今後は大人も多く集まる街として成長させようと計画しています。留大生はアンケートを制作し、結果分析を北谷の課題解決に生かします。続きまして、琉球新報のチュラシマだより那覇よりお読みいたします。半田川公民館に自作棚などを寄付。那覇市松川にある沖縄工業高校県立科の卒業生5人が、卒業式前の2月26日半田川公民館を訪れ、課題研究授業で取り組んだガーデンテーブルや収納棚、用具入れを寄付しました。以上、沖縄タイムス琉球新報の紙面より今日のニュースをお伝えしました。もう後半というか、もう最後のフリートークになりますよ。さあ皆様、皆様からいただいていたコメントの方がですね、あまり読めてなかったので、紹介していきたいと思います。はい、直樹先生、好きな芸人、イギリスのミスター・ビーン。あはー、アドリブが一切ない計算されたギャグ、セリフがなくても笑わせるから世界に通じること、いいですね。ほんとすごいですよね。わかります、すごいわかります。でもなんか時間がないからちょっとパッ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 と行きましょうね。申し訳ないです。でもすごいわかる、めっちゃわかる。はい、そしてですね、これ言ったかな、あーこれ、あーちょっと触れたな、すいませんね、ちょっとどこ打ったかわからんくなってきた。はい、自転車の店タオさん、エンタの神様がやってた頃キャバ嬢スタイルで出てた姫ちゃん、あー懐かしい、最近思い出して YouTube で見てる、つまらないネタじゃ笑わないんだからねと思っていたら、プッと笑わせてくれる芸人さん好きです。あーいますよね。私、あーでも、あー意外と私、小島よしおが全裸じゃないや、あの海パン一丁で一人で踊ってるんじゃなくて、なんか竹みたいな感じつけて、3人、小島よしおが3人で踊ってた時はさすがにちょっと笑ってしまいましたね。嫌じゃ。はい、そしてですね、どこ行ったかな、キャスバルさんがですね、綿貫かなさん R1 グランプリ、お疲れ様でしたと言ってくれて、あーほんとね、あーお疲れ様でした、もう大変でしたよって、出てないんじゃ、出るわけないんじゃ、芸人じゃないんじゃ、もう癖じゃじゃは癖じゃ、なんか最近じゃって言ってしまう癖があってですね、女の子なのにじゃって使わない方がいいんじゃないかって思うんじゃはい、そしてですね、アイメイキーさん、アンジャッシュの大島、あーなんだっけ、中島じゃなくて、あー小島さんも好きです、出てくるだけで面白い、私も小島だよが好きです、めっちゃ面白いですよねあれねはい、恋するかっちゃんさん、テーマ、好きな芸人、かっちゃんはね、綿貫かなは芸人じゃないんだね、推してるのは吉本沖縄のハイビスカスパーティーのゆかちゃんと、おーおー千秋ちゃんだね、隠しラジオネームに受けてもらってるので大好きだ、以上出す ですね、以上です。あーいいですね、いいですね、なんか私より吉本沖縄の人を知っている、さすがラジオ徘徊者、これすごい悪口みたい、違うよ褒めてんだよ。はい、いい人、まあ、どこだったかな、芸人のわたかなはね、芸人じゃないんですよね。そして、自転車の店タオさん、好きな芸人はいつも謎かけで感心させられる、恋するかっちゃんさんです、もみ手すりすり、いやごま吸ってますよかっちゃんさん。あでも今日は謎かけがないですね、どうしたんですかね、ちょっと待ってますよ。はい、白子さん、綿貫さん痩せないでのコメントは、綿貫さんに痩せるから痩せてやるからと言わせて自覚させ目標体重に向かわせたくてですね、いやーもうね、でもそこまではね、私一筋縄ではいかないのでいかんぜよ。はい、あメッセージ送っていただきましたか、ありがとうございます、全然気づかんくてからすいませんね。白子さんからメッセージをいただいてるんですけど、ちょっとですねコメント全部対応してからいきましょう。はい、かなちゃんのですね 30% のお盆芸人が好きです、アイミルキーさん、それはあかん、女の子だからね。あ、もうすぐ新幹線に乗りますよ、乗ってくださいね。
はい、どうした、そうですね、どこ行ったかな、よいしょ、よいしょ、よいしょ、はい、メッセージいただいておりました。あ、すいません、すいませんね、気づかなくて。ライチさんからもメッセージいただいておりました。モーニングの派ですね。カーナー、おはようございます。おはようございます。ライチです。好きな芸人はロバート秋山。いろいろ YouTube にパロディ上げてるさ。あれ最高、ジャスティス。違うやつじゃん、これ。私、あのロバート秋山さんだったら、あれが好きですね。トカクか。トー、トーみたいなやつ。知らん人が来た通行人の方に見られたのでお返事しました。さあ、あと2分ぐらいしかありません。さあ、白子さんありがとうございます。綿貫さん、リスナーの皆さん、おはようございます。おはようございます。今週のテーマ、好きな芸人ですが、小島よしおが好きです。私がさっき言ったやつですね。一番売れてた頃はただの目立ちたがり屋で見たい、ただの目立ちたがり屋みたいで大嫌いだったのですが、人気がなくなってから一度そんなの関係ねえのコントを見たら、若者が必要以上に大人から責任を持たされていることへ反発が共感を得て人気者になれたんだと思いました。大人社会へ一人でパンツ一丁で立ち向かう小島よしおはかっこよくて好きになりました。綿貫さんもモーニングナハで上半身は普通に着飾っているが下半身はパンツ一丁で頑張っているから私は好きです。笑い。いや、バレましたか、ジーパンという名のパンツですよこれさ、もうほんとさ、もう冗談すぎるって、もうほんと困っちゃいますねって感じで、さあ、モーニングナハ終了のお時間が近づいてまいりました。明日はですね、みんな大好き、あの笑い方が可愛い若菜さんがお送りしますので、そちらもよろしくお願いしますね。はい、ラッスンゴレライルネッサンスゲッツ、懐かしいやつだね。あ、皆様おはようございます。頑張ってください、観光頑張ってくださいってことで、さあ、55分になりましたが、あと1分になったらっておかしいな、56分になった瞬間に切ります。しゅ、噛んでしまった。さあ、来週のテーマは何にしようかなということですけれども、ホワイトデー明日ですね。皆さん一体何個チョコをもらったんですかね、どれだけお返しをするんですか、楽しみでございます。はい、そんな感じで、これで来週からツイキャスリスナー増えるな、増えない、やめてよ、あっこさん、アミリキさん、ダメよダメダメ、懐かしいなばっかですね。さあ、56分になりましたので、ではまた来週お会いいたしましょう。皆様、気をつけていってらっしゃいまし。さあ、56分になって番組終わっちゃいましたけども、さあ、来週からですね、これで私があのパンツ一丁疑惑をこう疑惑じゃない、ほんとパンツ一丁じゃないから、これ公然わいせつだから、ほんともうね、まあそんな感じでですね、私がパンツ一丁疑惑があのなってしまったので、来週からね、リスナーがきっと増えるだろうと思っていますけど、どうなんですかね、きっと増えんちゃ、これは。あ、みやこさんありがとうございます、お疲れ様です。いやね、なんか、あ、今日は来ないんだろうなって思ってたら来ましたね、いいと思います。なんか触れられてないコメントあったかなあ、自転車の店タオさん、謎かけなかった、残念本当ですね、私あのかっちゃんさんの謎かけ楽しみにしてるんですけどね。ん、白子さん今日どうした、体調悪いの、調子悪いの、何がですか、頭の調子ですか。でもちょっと風邪気味なんですよね、なんか、あ、でもあのインフルエンザとかではないんですよ、全くないって言われて、うん、マジかってなって、私予防接種受けてないんですけど、毎回なんかいいかみたいななんかねむせる、なんかね、なんか予防接種を受けてインフルになった時の絶望感がすごいから、接種受けないでインフルかかったら、あー接種しなかったからかなみたいな感じで。かなさんはハンバーグ増量ですか？しません。私あのマックでハンバーガー食べないんですよね、基本的にドリンクで済ませる人なのであんまり食べないんですよ。あ、そうですか、今日テッパリ感ありましたか。実はですね、なんかこういつもと違うことがいっぱいあったのでびっくりしてるんですよね。なんかあの新しく渡された原稿じゃないものを間違えて持ってきて、ああ間違えてやばいっていうのと、あと時計がですね、間違えて水曜日って言っちゃったことで、初っ端からテンションがあのテンパリー具合に行きましてですね、まあそんな感じになりましたので、今日はいつもよりテンパっておりましたが、お、かっちゃんさん今整った、あー電波に乗せられなかった、ハトコピー、はいかっちゃんさん、かな整った、好きなかなと溶けまして嫌いな芸人と解きます、その心どちらも話したくない、話したくない、以上だ、やったー、
好きなかなと解けられた、ありがとうございます。白子さんだからパンツ一丁で出勤してきたのか、しません、パンツちゃうわ。いや、パンツ履いてるんだけど、パンツ履いてるんだけれども、ズボンをその上からちゃんと履いております。うん、そうですね、そうですね。アイメルキーさん、慌てるのはいつも通り、うん、よくわかってますね、ほんとわかってる。やばい、かっちゃんさんに話したくないって言われてるって、完璧な告白を受けている私。どうもどうもどうも、いってらっしゃい。さあね、青パンだっけ。ノーパンじゃないよ、ノーパンじゃないよ、ちゃんとパンツ履いてるよ。あー、あと、あー1分ぐらいですね。おー、もうほんとね、かっちゃんさん最後に来ましたね、嬉しく思いますよ。まあそんな感じでですね、あと1分ぐらいしかないので、さあ、皆様大変楽しく、今週も過ごしていきましょう。ホワイトデーだよ、みんなホワイトデーだよ、チョコ返してね、あげてないけど、あは、まあそんな感じで、今週も、今日も、お付き合いいただきましてありがとうございます。また来週とか、あと個人的ツイキャス最近やってないんですけれども、そこでお会いいたしましょう。また、ではまたバイバイ。またバイバイって何。はい、おつかな、ありがとうございます。皆様ありがとうございます。参加できるかわからないけど、来れたらお願いします。参加お願いします。じゃあねー。